斉藤さんです。あ、言っちゃった。お名前をお願いします。斉藤夏子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回私はからぬでの役名をお願いします。有野いちこです。いちこです。有野いちこ役ですか。はい。役の簡単な説明を。簡単な説明。はい。漫画家をやっています。ほう。先生ですね。先生ですね。おでも自分で、はい、書くのじゃなくて、はい、その人からいただいた体験談漫画、うんうんうん、を書いている。書いている。漫画家さんですか。漫画家で、徳井家の長女です。うん、長女だ。はい。斉藤さんは長女ですか。私次女です。あ残念。そうですか。そんな長女とか、はい、初めて。あ、そうか。役ですね。角の時とか次女ですもんね。角次女。もうチャレンジですね。チャレンジです。それでは空間ゼリーの稽古はどうですか今回。稽古場は、はい、なんか最初はすごい知らない人ばっかりで結構初めての方、はいはい、多いですね今回多いのでちょっと戸惑っていたのですが今はなんかいい感じにいい感じに喋れるようになってすごい人見知りなんですけど、はい、でも割となんか自分では溶け込んでいるつもりそうなの溶け込んでますよ大丈夫ですよ、はい、そんな感じだそんな感じです、はい、じゃあ斉藤さんに聞きたいんですけど、はい、四季あるじゃないですか今回ほら春夏秋冬って、はいはい、斉藤さんの好きな季節は夏おい即答斉藤夏子だからねそう夏は誕生日もあるし、はい、暑いし、うん、暑いの好きなんですか暑いの方がいいです暑いの方がいいです寒いのはもうダメだし春は花粉が飛ぶからあ秋も好きだけどなんかちょっと寂しい感じそうですね確かに夏だ夏ですほーい赤さは私も夏でした、イエーイなんだよその反応そうみんな冬か夏らしいよそれでは、はい、今回見に来てくれるお客様に向けて、はい、斉藤夏子さんから意気込みとメッセージをお願いしますはい素晴らしい作品だと思うので、はい、皆様ぜひぜひ見に来てくださいはいお願いします OK です、はい、ありがとうございましたありがとうございましたじゃあまたバイバイ